お入りになればわかりますよ。お待ちしてました、桐生さん。はるかは無事なんだろうな。はるか！くそ！和樹たちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それより、お嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが、くそ、浅井が腕を撃たれた。お前ら、どこの組織のもんだ？極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる？おい、答えろ！俺たちは、ハルカ、大丈夫か？出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、
ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、ハルカ。キリュウさん。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。わかったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。ハルカもいろいろあってつらかっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だがハルカは傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃたまの遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。もう全然平気だよ。おじさん、本当に大丈夫か。うん、元気だよ。腕も大丈夫だから。分かった。無理。うん。まだ錦山と、それにあの子にとっちゃたまな、十時にセレナだ。はるかは携帯電話持ってるのか。
持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってる。キリュウさん、お暇なんですか。まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平通りのぶつかる場所。宝くじじゃ気晴らしいん。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。カムロ町って見たこともないお店がた。ああ、美味しかった。ありがとね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ、もう腹いっぱいになったのか、坊主。うん。何時間かしたらお母さんも戻ってくるし、もう大丈夫。どうしたの？
ちょっと大丈夫？ねえってば。おじさんどうしよう。これは食当たりじゃなさそうだな。ハルカ、急いで病院を探そう。